バーチャルエコシステムをプレイすることはできましたか？最初はよくわからないかもしれないですね。まずは森林の形成についてこの動画で学んでみましょう。皆さんは森林というとどのようなイメージでしょうか？樹木も種によって違いがありますが、ここでは幼樹と輪樹という分け方で考えてみたいと思います。幼樹とは明るい場所で光をたくさん受けることで早く成長できるタイプの樹木のことです。輪樹は逆に暗いところでも耐え忍び成長の機会をうかがうことができる樹木のことです。こうした種によって異なる特徴は、私たちが普段生活している時間のスケールにおいてはそれほど大きな違いとして感じることはできません。しかし長い時間スケールで見てみると、ある群衆を構成する種が別のために変化していく遷移が起こっています。バーチャルエコシステムではスタートした直後にはまだ樹木がほとんどありません。当然太陽の光は地面にまで届きます。この時には光がたくさん必要な代わりに成長が早い幼樹が一気に成長し、幼樹によって構成される森林幼樹林が成立します。このように幼樹林が形成されると地面の付近はどうなるでしょうか？そうです、幼樹によって光が遮られるため地面付近は暗くなってしまいますね。このような状況では新しく出てくる樹木の芽は光を獲得できません。このような地面から新しい幼樹は育つでしょうか？全く育たないということはないかもしれませんが、芽生えの成長が悪くなってしまいますね。そうすると今度は幼樹ではない新しい存在が有利となってきます。それは成長が遅い代わりに少ない光で生存できる輪樹です。このように幼樹林となった場所において仮想では輪樹の方がむしろ有利になります。その結果、森林の上部と下部で異なる樹種が生育します。やがて先に育った幼樹が死んでしまい、世代交代が進むと輪樹からなる森林である輪樹林が成立し、その次世代も輪樹によって構成されるようになります。ここまで遷移が進んだ状態を極相クライマックスと呼びます。バーチャルエコシステムでは幼樹、輪樹それぞれ3種類あります。各機種が画面内で反映するとアチーブメントが達成となります。すべての機種についてアチーブメント達成を目指してみてくださいね。なお、バーチャルエコシステムでは樹木が生えることができる環境がすでに成立した状況である二次遷移について扱ってますが、植物が全く生えていない環境で苔のような生物から少しずつ土壌が形成され草原になり森林が成立していく遷移を一次遷移と呼びます。火山活動などで土壌から置き換わった場所ではこのような最初期からの遷移が起こります。日本では小笠原諸島で活発な火山活動が起こっており、新たな陸地の形成がリアルタイムで観測されています。これからどのような生態系が成立していくのか楽しみですね。さて、この動画では幼樹と輪樹という2つの樹木の種類から森林の形成過程を説明しました。しかし最終的に極相クライマックスに至った森林はその後ずっとそのままなのでしょうか？次の動画では森林の多様性や撹乱という概念について説明します。